よし、やってこう！ワールド・オブ・ウォーシップス・レジェンズ！ということで、今回はね、パート3やってくんですけど、佐藤ちゃん、勝ってくよ、今回も。いえ、勝ってくぜー。で、今回なんですけど、前回は、初めてね、対人プレイを、フレンドと一緒にやるっていう形でやったんですけど、まあ、ボコボコにされましたよ。そうだね、はちゃめちゃだったね、ただただ。はちゃめちゃだったね。で、今回は、僕が今まで巡洋艦ばっか使ってたんで、まずこっちの戦艦、これをね、使っていこうと思う。前回はね、いろいろ動き回ってたんだけど、今回は僕はもうあんまり動かない。で、佐藤ちゃんがいろいろ立ち回ってもらって、うまいこと挟み込んだりとか、いろいろ考えながらね、やっていこうかなと思います。じゃあ、行くか、佐藤ちゃん。行くぞ。加藤。よし、今回のマップは列島ということで、これ戦艦だけど、佐藤ちゃん何使うの？今回はね、駆逐艦っていうね、魚雷をめちゃくちゃ飛ばす艦隊ですね。なるほどね。じゃあ結構横から回って、まあ側面から魚雷ぶち込むみたいな感じか。そう、了解。じゃあどっちかっていうと、俺がじゃあおとりになって、佐藤ちゃんにはまあ横からとにかくまあ忍者のごとく敵を倒しててもらうみたいな、そんな感じでいいかな。そうです。 OK。 でちなみに今回マップはね、左側に僕ら3人しかいないので、まあちょっと人数的には右に偏ってる感じだね。戦艦全然進まないね。佐藤ちゃんめっちゃ早いね。当たり前じゃないか。小回り効くからね。小回りめっちゃ効いてんね。あ、そう、大丈夫？撃ってみようか。いきます、ゴー。おお、すごいね。確かに射程距離半端ないな。相当届くじゃん。やーいて、ふう、当てんのうまいな。ちょっとさ、一回佐藤ちゃんの方どうしようかな、行きたいんだけど。オッケー、ゴー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 、撃て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 、いいね、戦艦やばー、めっちゃ撃てる、強すぎ、裏立ってんね。いいよ、注意引いとくから、注意引いとくから。一斉走者、あと10秒、3、2、1、いきます、ファイヤー。やーべー、めっちゃ出る弾、やばい、損傷ダメージ、相手すげえダメージ食らってる。気持ちいい、頑張れ。痛い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 。来た、よだった、魚雷、あ、魚雷命中、ナイス、命中、沈没、ナイス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 。佐藤ちゃん、じゃあもう一体その奥にいるやつ、まあ、左のマップの A マップの A のポイントに近いやつやろっか。そう、それがね、駆逐艦だから頑張ってほしい。 OK、 いくよ。今めっちゃ押し込んでる、命中、体力半分、もうちょいで体力半分くらい。駆逐艦柔らかいからね、当てればすぐ落ちるよ。3、 OK、 不法が撃ってくれてる、いきます、一斉走者、よっしゃー、すげー。いやー、やばい、あれがやばい、魚雷食らっちゃった。とりあえずこっち側にいるやつ今倒したね。マップの上側をこう取って、相手の裏を取っていくのが、挟むとそっちの方がいい。オッケー、じゃあ佐藤ちゃんが今向かってる方面からちょっとこう回ってくよ。ちょっと撃ってみるわ、あの戦艦当たるかな、あの距離。結構離れたとこだけど、あー、ちょっと下だな、もうちょい下だな。ちょっと斜めの角度を維持してやりたいが、しまっだね、めっちゃいるね。あー、あの体力低いやついくわ、右の手前のオマハをやるんだ。オッケーオッケーオッケー、あと10秒待って。あれやばい、あれやばい、俺が殺される。オッケー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 、あと5秒待って。もうちょいもうちょいもうちょい、やばい、これ佐藤ちゃん戦艦に潰された。いや、足んない、いや厳しいね、やーばい、15秒、いやー、これは不利だな。くー、敵がなかなかいい位置取りしてるからね。きつい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 、あ、ガーシで終わったら落ちる、やばいって、もう無理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 、あ、やっぱ落ちる。おお、いや頑張ったけどな、やっぱ難しいね、面白いけど。あ、あと一発落ちるんだけど、 あれやばい、
あれ結構連携したけどダメだったね、今回も。難しいね。いやでもちょっと今の反省を生かしてもう一回やろう。面白いわやっぱ、全然違う、まあね、巡洋艦とまた立ち回り変わるからめちゃくちゃ面白い。行こう、リベンジマッチ。おレベル7来た。おお来た、おめでとうございます。任務記録レベル7に到達しました。艦長、これどんな感じなんだろう、ちょっと見てみよう。艦長これだね。いろんな国の人がいるんだ、アメリカとか日本とか。じゃあちょっとこの人行こうよ。東郷、東郷平八郎って俺聞いたことある。何に乗ってたんだっけ、なんか聞いたことあるこの人。これをどうしたらいいの、取得済み。あーなるほど、このランクっていうところが今取得してるんだ。で選択されていません。魚雷って書いてあるから、これはじゃあ駆逐艦とかで使うのかな。じゃあこれとかは何なんだろう。パート2のここはランクアップっていうのがあるね。ちょっと1000ポイント使うみたいだけど、してみよう。おお、そうすると下のところがまた今度解放できるようになるんだ。魚雷の可視距離を伸ばすとか、主砲の、旋回速度を上昇。これ強いね、これつけたいでしょ。こんなんあるとないと全然違うじゃん。あでさらにランクアップできる。じゃあちょっとどんどんしてこう。3000ポイント使ってランクアップ。はい、でそうするとどうなるんだ。あさらに下のところ、艦艇の最大速度上昇。これもいいじゃん、つけようよ。でさらにまでいける、すげえ、全然いっぱいポイントあるから楽しい。スキルツリーをどんどん解放していくのやっぱいいね。でこれ主砲の最大射程を向上。もうこれもする、やばいって。これこれは主砲が完全に装填されている際の断種切り替え、時間を短縮。切り替え確かに時間かかるんだよな。ただそうか、この1列の中でどれかしか選べないんだ。じゃあ今んとここれかな。はい、ということでとりあえず今ね、東郷平八郎この人をね、とりあえずレベル上げて、これでちょっと戦艦とかでいろいろ便利になるんじゃないかな。この人とかはどうなんだろう、この人もちょっと見てみよう。魚雷速度上昇、体当たりのダメージ上昇こんな捨て身やん。火災率を上昇、攻撃特化してるみたいな感じなのかな。面白いね、自分好みのスキル構成にして、かつ船も強化していくみたいな。だからカスタマイズ性がめちゃくちゃ高いんだね。でも東郷平八郎がいいな、この人を俺はちょっと愛したいね。ちょっとポイントいっぱい振っとこう、東郷平八郎を愛すよ俺は。あついにポイント足りなくなった。でここまでなんだ。じゃあとりあえずこれで東郷平八郎さん使いつつやってこう。あとちょっと前回見てなかったんだけど、キャンペーンとミッション、ここちょっとね見とこう。ここではまあ基本の操作とかが見れたり、トップティアへの道のり。なるほどね。まあ例えば、艦艇に主砲で 1000HP のダメージを与える、まあ、こういう、任務みたいなのがあるんだよ。でそれをまあ達成したら、まあ、アイテムがもらえるみたいな、こういう感じで、戦うだけじゃなくてアイテム回収もできるっていうね、すごいいいね。ちなみにコンテナが1個あるから開けてこう。よいしょ。おー、あなんだ、同じ艦長をゲットしたって。でも9万ポイントくれたよ。よし佐藤ちゃん強くなったよ俺は。艦長を育てたことによってさらに強化したから、ちょっと行こう。艦長なしだって、艦長セットするよ。ちょっと待って、この船にはバカだね俺、日本の船には日本の艦長しか乗れないんだ。このアメリカの船を使うにはアメリカの艦長しかダメなんだって。オッケー、これで一通りスキルつけられたね。よし、じゃあこれでいけるわ。よし行こう佐藤ちゃん、お待たせ。オッケー行こう。さあ始まったぞ。これはね多分一回合流した方がいいね普通に。オッケー、じゃあ正面の3隻とまず会おっか。オッケー、じゃあまずはそっち向かおう。今真ん中のまあ3つ映ってると思うんだけど、こっち側にまずね向かっていこうと思う。セントルイスに見つかりましたね。一発撃ってみよう、まず射程がどんなもんか。消えた、どういうこと、索敵範囲から離れたってこと。ちょっとなるべくなるべく佐藤ちゃんの方が向かってる島に行きたいところだけど、早いのがいるな、動きがめちゃくちゃ。古高がいます、目の前に。古高発見、ただ射程がちょっと届かないですね、まだ遠いようだ。古高っぽいね、一発撃ってみよう。おー、ちょっとずれる、ずれがあるな。この辺りくらいで一発、さあどうだ。難しいなー。とちょっと左いきます。古高潰します、ヒット命中、もう一発命中。ナイス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 、あと10何秒待って、
やべえ、やばい、邪魔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 、めちゃめちゃ変わってないぞ。これは佐藤ちゃんですね、頑張ってるのは。撃った撃った、オッケー、もう一発、古高結構削れてます、もうちょいです、もう一発、うわー、めっちゃ当たる、ナイス、ギリ佐藤、いやー、いやー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 、くらいやがれ、これでもくらえ、うわーめっちゃ乗ってる、さあまだちょっと想定時間に時間かかってる、頼む佐藤ちゃん、佐藤ちゃん死ぬぞ、大丈夫、でも絶対そっちろ、オッケー、でも意志は継ぐから、よし、ナイス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 、頼む、おおやべえ、めっちゃ気持ちいい、やべえ、やばいやばいやばい、一発もらった、浸水した、しかも最悪だ、くー、ただあいつもうローだからな、もうちょいなんだけど、ただしもう一体いる、死してなお輝く、左のあいつだけでも、オマハだけでも、ここ、あー外したー、回復、フルタカいかない、フルタカだ、これワダンを近いから狙いやすいから、フルタカの方がいいかも、これフルタカにシフトする、ただし HP が奥のやつはやってくれるかな、もうもう命はないけど、やってくれてる、オッケー、ナイスナイスナイス、味方ナイス、ここ、よし、フルタカ、もう俺は死ぬけど持ってくぞ、お前の命はあと5秒、5秒だけ命をくれ、頼む、もう HP がない、いけ、あとちょっと、もう6000だ、やばいやばいけど、頼む、これでよし、もう死ぬぞ、消化消化しろ、よし消化間に合った、左が左にベタ付けにいる、ナイス、よし、お次、魚雷かわしたナイス、いける、あと俺の回しないいる、おお、でもすごいな、みんなもう殺意を感じるわ、よーし、いきます、このくらいかな、さあ、あーちょっと手前か、これは、いや当たりそう、いやちょっと手前だ、うわ惜しい、いやでもあれはもう落ちるでしょ、ナイス、ラストワン、ここはね、旗の方にいる、いた、うん、あーまだギリギリ、手前の島で見えないのかな、そう手前の島で見えない、多分味方が早いから先に行ってくれそうだけどね、さあもうちょいだ、でも体力がもう 7.8 キロはもうちょい近づいてきてる、こっちはいつでも手法ぶち込める準備はできてるし、味方もめちゃくちゃ速い速度に向かってんで、すごい速いだ、もう行くだろう、勝つぞ、いける、おほ、ナイス、いやー今回は活躍したわ、序盤に一緒に頑張ったし、その後仇も取れて、もうバンバン満足ですよ、頑張りましたね、頑張ったね、ちょっとドラマみたいな展開だったないやこれは面白いわ、もうダメだなと思ったけど、戦略が勝つっていうゲーム性めちゃくちゃ面白い、そしてレベル7からレベル8へ、昨夜の8ですよ、ブースターと迷彩、ブースターを搭載し迷彩を装着して艦艇の収益能力と戦闘能力を上昇させましょう、すごいね、はい、ということで3パートくらいね、ワールドオブウォーシップスレジェンズやってきたんですけど、もう面白い、めちゃくちゃ面白い、フレンドとこう遊ぶにしてもこのゲーム無料なんで、基本プレイがちょっとこれ無料だからダウンロードしてよってフレンドとかにもすぐね紹介できるっていうのもめちゃくちゃいいなっていう風に思いました、最初のパート1でも書いたんですけど、こちらのゲームのダウンロードは PS
ストアに行ってワールドオブオーシップスレジェンズっていう風に検索すればダウンロードできます。個人的にはやっぱね、一番面白いなって思ったのが、様々な缶があるんですけど、それを自分好みに成長、さらに艦長とかを組み込むことによって、よりね自分色に染まった船をどん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 成長できるっていうのがね、やり込み要素としてめちゃくちゃ面白い。なので今後もね、いろんな艦長を育てたりして、自分なりの最強の艦艇を作っていきたいなと思いました。現在 PS4 で無料で配信してるので、ぜひ皆さん遊んでみてください。それではここまでご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。咲夜でした。